参加したきっかけ、えー、説明会を聞いてゲーム作りが体験できるという内容に興味を持ち参加させていただきましたインターンを始める前の体験授業で少しプログラミングの経験があるだけでゲーム作りは初体験でしたでインターンシップ中の内容について、えー、記事と就活に関するゲームを作成いたしました記事は私の好きな漫画「嘘つき極奥」について紹介させていただきました ゲームは就活生を操作して敵をよけながら面接会場にたどり着くという内容のものを作成いたしましたインターンシップを終えての感想はゲームを作るのは初めてだったのでなかなか自分の思うようにいかず苦労する点も多々ありましたしかしそれ以上にどのようにすれば問題をか解決できるのか考えることがとても楽しかったですうまく問題を解決できたこと時には達成感があり自信にもつながりました 就職活動だけでなくこれからの人生においてもとてもいい経験になったと感じています。<noise>